はい。そして2画目ですね。余白を1画目のとの間の余白を取っていきます。で、ちょっと右上がりの右上ですねからこう分泌をします。はい、外側に。そしてここはスッと抜いて押さえ直す。で、こっちに向けていきます。はい。で、この口は横広ですね。縦に長くしません。はい。で、しっかりとあまり長すぎずにいきましょう。はい、ここも同じくですね。で、左側よりもちょっと長めで跳ねていきます。はい、曲がらずにまっすぐ。はい、常ですね。次、陽一画目、少しこう右下に移動してからまっすぐ立てて、で、徐々に左です。はい、右上がりで抜いていきます。はい、押さえて、そしてちょっとうねるような感じの様子ですね。はい。そしてこの右上がりに平行に中の横画を描いていきます。はい。で、この画感は一緒ですね。そしてはい、一画目よりも長くしません。はい、次間ですね。はい、三髄は狭く、この左のこのラインのですね、もう近くに一画目を置いていきます。はい、この二画目はラインよりも出て構いません。この三画目はこのラインのところ、あんまりこの二画目との間隔を広げません。はい。そして四画目、はい、五画目、頭の方が長いですね。六画目も同じく。はい、口は縦長にならないように、で、少しですね、この三髄の中に向かの方からですね、支出してきます。逆にこの点接部は この横角より短くていいですね。次の角間を狭くしていきます。はい、次はここも狭くしていきます。はい、縦角少し左側に倒していきます。はい。そしてここは遠くしっかりとなってきます。はい。最終角は12画目よりも下にいきます。はい、次、はい、外側に。はい、右上がりで抜いてきます。押さえ直して、はい、三画目、二画目に向かっていきますね。はい。そしてこうですね。はい、押さえ直す。で、ここですね。
クッと下に行ってから、そして内側、こう描きながら内側にここ真ん中のところから跳ね上げていきます。はい、そして右上がりで乗せていきます。